クラリス、今日はありがとう。君のおかげで俺もあの子も助かったよ。君の都合のいい時でいいから、今日のことで話がしたいんだ。それと脚本の続き、早く読ませてくれると嬉しい。とても面白かったしね。楽しみにしているんだ。それじゃあおやすみ。楽しみ、楽しみにしてくれてるんだ。デートの時も私を楽しませようとして、いつも私を気にかけてくれて。神山さん、隊長、待ってください。聞いてほしいことがあるんです。君の力のことかい。さっき支配人から教えてもらったよ。あんな力があるなんて、私気持ち悪いですよね。気持ち悪くなんてないよ。むしろ素晴らしい力じゃないか。その力のおかげで俺と子供は助かったんだしね。あれは偶然です。この力はそんないいものじゃありません。私の、いえ、私の一族の力は破壊しかできないものなんです。私の一族は古の時代より時の権力者のもと、あまたの戦争でこの力を振るいました。城を打ち滅ぼす時は豪華を起こし、町を守る時には嵐を呼んだそうです。この力は、一族の歴史は破壊の記録です。長い歴史の中でどれだけの被害を与え、どれほどの命を死に至らしめたか。呪われているんです。この力は忌まわしい呪いなんです。私はこんな力なんていりません。欲しいのは安らぎを与える力です。破壊しかできない魔導の呪文ではなく、読む人に喜んでもらえる物語を書きたいんです。もう書いているじゃないか。え、読ませてもらった脚本はとても面白かった。さっきも言ったけど、楽しみにしているんだ。神山さん、私にできるでしょうか。たくさんの人に喜んでもらえる物語。できるさ、俺は信じてる。だから君の物語を書き続けてほしい。これからもずっと。ました。神山隊長を信じてみます。うん。私の力は破壊の力。でも私はもう一つの力を持っている。物語を生み出す創造の力。それは錯覚かもしれないけど、でも信じよう。みんなを、隊長を、そしてみんなが信じてくれた私を。今だけは。あっ。
神山だけど今大丈夫かな。はい、どうぞ。やっぱりクラリス、あまり寝てないんじゃないのか。すみません、ちょっと詰まってしまって。今は頑張りどころだな。俺も応援してる。はい、ありがとうございます。あとは最後のセリフだけなんですけどね。なんだ、それじゃあもう終わったようなものじゃないか。いいえ、これが一番大事で、そして一番難しいんですよ。どんな言葉が心の奥に残るんでしょうか。コウマの出現を確認。クグツキ兵が次々に現れているとのことです。民衆の避難は警察と協力して実行中や。わかりましたわ、急いでちょうだいね。芝君、機体の整備状況は。もちろん全て完了してますよ、スミレさん。こんな短期間で本当に全機動くのか。レイジ、美人のお願いには何としても応える主義でね。おかげでかなり寝不足だがな。おいおい、フラフラじゃないか。まあありがとうな。神山君、花組の出番よ。無限で出撃してちょうだい。は。あの、すみません、私。ん？どうかしたのか、クラリス。いえ、すみません。やっぱりいいです。さて、それじゃあ聖十郎、お前の戦いぶり、久しぶりに見せてもらうぜ。ああ、任せろ。よし、行くぞ、みんな。帝国歌劇団花組、出撃せよ。敵クグツキ兵を殲滅する。了解、全員で頑張りましょう。我らに星の輝きを。アナスタシア・パルマ、出撃するわ。今度こそ私の戦いを見せてやるぜ。アザミ、頑張る。みんな、無理はするな。初めての機体だ。慎重に行け。無限。私の力を引き出す機体。この破壊の力を。それじゃあ一つ、パーッと行こうかね。
魔言空間展開。歌舞伎座周辺に魔言空間が出現。全員衝撃に備えて障壁をぶち破りますわよ。障壁丸突撃。空間、甲賀が作り出す妖力の空間か。神山君、その空間には間違いなく上級甲賀が潜んでいるはずよ。強敵だけど探し出して必ず撃破してちょうだい。了解。